レーガン大統領夫妻に挟まれて、レイチャールズ・ロビンソンは、アメリカ合衆国、ジョージア州オールバニ出身のシンガーソングライター、ピアニスト。盲目というハンディを背負いながらも、R&B やジャズ、ブルース、ゴスペルなどのブラックミュージックを、自らのルーツを再発見するような音楽活動の中で、ソウルミュージックの著名歌手の一人となった。カントリーミュージックの曲もカバーした。 ピアノを弾きながら歌う姿が有名であるが、サックスをプレイすることもあった。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第2位。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第10位。九首の選ぶ歴代の偉大な100人のシンガーにおいて、第24位にランクインした。6歳の頃、仲の良かった弟のジョージ・ロビンソンを亡くした。 その9ヶ月後、緑内障のために失明した。目が見えないというハンディを背負いながらもピアノを学び、また、盲学校に通う。1947年にシアトルに移り、この頃クイ六シー・ジョーンズと出会う。初期の頃は、レイ・ロビンソンの名で活動、音楽もトリオ編成のバンドに参加したが、この頃から薬物仕様の悪癖も始まってしまう。後に同名のボクサーがいるため、 ミドルネームのレイ・チャールズに改名。彼は1948年には当時15歳だったクインシー・ジョーンズという人になっている。レイの最初の全国ヒットは1949年でコンフェッション・ブルースが早くも R&B チャートで2位まで上昇するヒットとなった。自己バンドでツアーを行っているうちにアトランティックレコードから声をかけられ契約する。1959年の ホワットセイがビルボードポップ100で6位に上る大ヒットとなった。聖なるゴスペルと属世間の音楽である R&B を融合していったことから、信心深いクリスチャンからは非難された。また頭の固いジャズ評論家の中には、例の曲をただばか騒ぎしているだけじゃないかと揶揄する者も,もいた。1959年にアトランティックとの契約切れを機に ABC レコードと、 契約、1961年に代表曲の一つとなる、我が心のジョージアを発表、ミリオンセラーを記録した。その他にも、旅立て、ジャックなどのヒットを出し続けた。チャールズは、ジョージア州が行う、黒人差別に反対し、同州でのコンサートをキャンセルしたため、州はチャールズを追放していたが、1979年4月24日、ジョージア州議会は、 追放を撤廃、ジョージアオンマイマインドを正式な集荷と定めた。1980年には映画ブルースブラザースに楽器店店主の役で出演し、シェイクやテイルフェザーを演奏している。また1985年には USA4 アフリカに参加し、We Are the World のブリッジ部分でリードボーカルを取った。2004年に テイラー・ハックフォード監督の電気映画、レイ・レイが公開され、アカデミー音響賞、主人公のジェイミー・フォックスは、アカデミー主演男優賞を受賞した。制作中に、撮影現場で演技指導を行った際に、ジェイミーのあまりの演技力から君は、俺の後継者だよと賞賛の言葉を送った。しかし、2004年6月10日に、肝臓んで死去、73歳だった。 完成された映画を見ることはできなかった。また、彼をリスペクトするアーティストによる音楽奏が行われたことも話題となった。2005年2月13日、第47回グラミー賞受賞式では、ノラ・ジョーンズとのデュエット曲、Here We Go Again が最優秀レコード賞となったほか、最優秀アルバム、ポップス・ボーカルやゴスペルなど、計8部門で受賞した。ありがとうございます。